今回は2018年度、早稲田大学文化構想学部英語長文革問を解説したいと思います。私の解説動画は英単語、英文法知識に自信がない方や知識はあるんだけれども英語長文の特定に結びつかない方向けに解説作成してますので一緒に勉強していきましょう。学問を解説始める前に英語長文読解で押さえるべき3つのポイントについて解説します。1つ目が英文は読まない考える。2つ目が作者問題作成者の主張を汲み取る。3つ目が英文は抽象から具体に進むということです。 この3つのポイントを押さえて英語長文を取り組むとどんなメリットがあるかというと、時短でコスパよく回答できることや、正答率が向上する、それからそもそも英語を読まないので、英単語、英文法の知識があまりない方でも英語長文で得点することができます。 ポイント一つ目、英文は読まない考えるですが、まあ皆さんね、英文は読むものだろうという認識があると思うんですけれども、英文読んでると難しい英単語とか難しい表現に出くわして、そこで考え込んでしまって時間がかかって時間切りという経験ありますよね。なので考えましょうということです。考えるというのは因果関係とか対比関係を用いて、英語長文本文の話の展開を類推することを考えるというふうに言っています。 二つ目が作者問題作成者の主張を組み取る。英文読んでると、but か h o バ v とか、逆説の後って作者の主張が来やすいですよね。でそういう作者の主張になっている部分が、説問になりやすいんですよね。なので、作者問題作成者の主張を組み取ることが正当率の向上につながります。 3つ目が英文は中小から具体に進む第一段落の1文目って結構英単語が難しかったり表現の抽象度が高くてわからないこと多いですよね最初からわからないので不安になってしまって不安になりながら英文読み進めるみたいなことあると思うんですけれども英文というのは同じ話が具体的に繰り返されているだけなんですね なので同じ段落で言えば後半の方が英文が具体的になっていて理解しやすいと。でそこを理解することができれば同じ話が繰り返されているだけですからその段落全体を理解できたということになりますよね。そういう英文の構造というのも一緒に確認していきましょう。 攻略手順ですが、もちろんさっきのポイント3つを意識してもらいながら、英文は読みませんので、単語をピックアップしていって、メインテーマーを掴んでいきます。で、その後話の展開を類推していって、類推した話の内容が正しいかどうかを確認します。なので、まずメインテーマーを掴むと。で、メインテーマーが掴めたら、あとは類推確認。ステップ2、ステップ3、これの繰り返しによって、英語長文全体を理解していくという流れになります。私の解説動画も、この攻略手順に基づいて解説を行っていきます。 では、英語長文本部の方を見ていきますが、さっきも言ったように英文は読みませんので、単語をピックアップしていきます。で、ピックアップすべき単語というのは私マーキングしていますので、お手元に書去文がある方は同じ場所マーキングするようにしてください。逆に言うと、マーキングしていない黒文字の英単語っていうのは、英単語の意味がわからなくても問題ないと思います。ここは私も読み流す見流す程度でやっていくので、あくまでもマーキングし,マーキングしている単語、ここを見て、メインテーマ、しかもそれから話の展開の類推確認ですね。ステップ1からステップ3をやっていきましょうということです。 で、あとマーキングする場所の基準ですけれども、新しい情報とか作者の主張とか名詞、こういうところをマーキングしていきたいですね。逆に言うともうすでに分かっている情報とか出てきた話っていうのはマーキングする必要がないですね。だってもうすでに分かっているんだから。あくまでも新しい情報とか作者の主張をつかむために単語をピックアップ、マーキングしているんだということです。では最初から見ていきましょう。はい。If someone, 早速1番の説問。Here in South Florida。はい。サウスフロリ a に 一番だと言っているわけですね。まあ、なんとなくもうこの時点でわかると思いますけど、文脈の意味でね。はい。Chance are the h a r t for trees in the yard or in t h e neighborhood ということで、えー、まあ、庭とか近所に、はい。まあ、果実の木っていうものが、まあ、えー、多くね、ありますよみたいな。そういうのをもう目にする機会っていうのは結構ありますよと、サウスフ,フロリダはね。はい。まあ、そんなことを言ってるわけですと。で、まあ、もうこの時点でいいんじゃないかなと思うんですけど、一番はこれは 当然 B ですね g r ー w up ね。だからサウスフロリダで、ねまあ、育ったわけでしょ。ね。育って、そこのサウスフロリダっていうのはフルストリーっていうのがたくさんありましたよと。で、この後ね、えー、見ていくんですけど、maybe between games of basketball in France, no array, driveway, they worked down the rain to the abandoned. ま、ここら辺はどうでもいいんですよ。ロットウィザ h はい。マンゴートリーです。重要なのは。マンゴートリー。はい。これ何かの具体化ですね。もうすでに出てきてますよね。 英語帳の本文上に同じような意味の単語はどれですかフルートトゥリーですよね。これいいですよね。つまり、英文は中小から具体に同じ話の繰り返し。中小から具体ですよね。つまり、これ何度も何度も同じような意味の単語が繰り返されているということは、このフルートトゥリーっていうのは結構重要なんだってことですよ。今回の英文。 はい。ここをちゃんと掴んでおきましょうということです。はい。で、その後見ていくと、まあ、これもね、だからずっと同じですよ。まあ、あの、一応マーキングしました。グリーンアボカドは、えー、ポメロ。ポメロってよくわかんないですけど、なんかカディスですかね。はい。っていうことですよ。だから、まあ、サウスフロリダっていうのは、だからそういうやっぱり、うんと、蔵物とかカディスとかそういうのが豊かな場所ですね。って、そういうことをこれ言いたいだけですよね。で、この2番。ここはもう捨て問題だと思います。なぜなら、 これ選択肢が難しいですね。えっと、ボンブラディね。えー、まあ、投げ捨てるとかいう意味ですがまあ、知らんですよね。これね。はい。この単語はまあ、ほぼほぼ99%の人知らないと思うんで、あのー、問題ないです。この2番は捨てていいかなというふうに思います。あの、大学の入試問題は別に満点取る必要ないんですよね。合格するためには。はい。なので、こういう捨てる問題っていうのも作って当然いいと思います。で、 ええと、まあ、あここら辺ずっと同じなんですよ。なんで、もうパパイヤアとかまた出てきてますけど、だからはい、そういうね、えー、ものが、ね、ある街がサウスフロリダなんだということです。だからこの辺は本当読み流せレベルですかね、私はもう。はい。っていう感じですね。で、ここか3番のところですけど、3番のちょっと手前ですね。え h e m a b i e イ only learn to love, at, えっと、えっ、ーと,えー、と、なんだこれ、えっ、ー、と、リえっ、ー、と、すいません、どう忘れした えっと、ライチか、そう、ライチ。ライチ、フランス、ゼイレフトホームフォ m e for another city and says.、ね、で,で、ライチっていうのが好きだったと。ねえで、まあ引っ越しましたよと。はいで、スポーティング・フォーエット・インザ・ゴーソリー・イン・チャイナタウン。チャイナタウンで、ブロート・ゼム・サンバンと。はい。三番で買うって言ってますけど、どれが正解かと。これはちゃんと考えればわかりますよ。これは B ですね。インパルス。つまり、衝動買いですよ。そうですねだって、この人は多分おそらくサウスフロリダにいたわけでしょ。で、えっ、ー、と、ライチっていうものを、まあ、近所でも自分の庭でも、まあ、見てるわけですよね。身近に。だから、ね、引っ越したとしても、チャイナタウンに行ってしまったとしても、そこでライチを見たら、やっぱり、もう、根付いてますから。この人ね。もう、だから、ライチっていうものを衝動的に買ってしまうんじゃないですか。こういうことをこれ言いたいわけですよね。 はい、で次の段落です。w e t h e u t taking a single class, they knew how to sport that frost.、えー、ということを言ってますと、これもこの後、具体化されてますね。抽象から具体です。はい、they knew what it was, its other n a m e ということで、つまり、この、how to sport that frost というのは、つまり、えー、それが何なのか、何という果物なのか、それから、 えー、その名前は何なのか。まあ、そういうことをこれ、How to Sports t h Fruit というふうに言ってるわけですね。で、ここの4番も簡単ですよね。When って言ってるわけですから。はい。When って言ってるわけですから。当然、この1とは何のこと指してるかいいですよね。当然、果物ですよね。フルーツですよね。だから、フルーツの When、時って言ったら、もう一つしかないですよね。当然、シーズン、季節ですよね。それはいいですよね。はい。これは簡単かなと思います。B が正解です。で、えー、まあ、その後、まあいいかな。はい。 で、えー、その後を見ていくと、まあ、ここら辺ちょっと難しいですよね。なこの辺はもう飛ばしていいと思いますよ。はい。で、その次 that is one of the, one of, our, one of our, 5番えバージョ o of my army, one of their h、はい、i というふうにあります。この that って何指してるんですかこういう指示語をないがしろにしないでください。一回ちゃんと立ち止まって、何のことを言ってるのか、ね、えー、ちゃんと確認してくださいね。この that って何のことを言ってるんですかって言ったら、一個前ですよね。指示語は一個。 一個前。はい。一個前に何の話してたんですかフルーツを見分けられると、フルーツのシーズンが分かるとか、フルーツについて詳しいですよ。ね。そういう価値観というか、もうこれ、パースペクティブ、観点、視点っていうのを、サウスフロリダの人は持ってるわけですよね。はい。なので、5番、何が正解かというと、これは、ネイティブですね。B、土着のサウスフロリダ、土着の人っていうのが、そういうフルーツのこと詳しいですよ。そういう視点、パースペクティブを持ってますよ。 でこういうことを言っているわけですよね。ちゃんとこれは、ザットが何を指しているのかっていうことを考えてくださいね、とこういう問題かなというふうに思います。これは、あれ、サウスフロリダっていうかマイアミって言っているのか。多分、あのー、マイアミはサウスフロリダの中にあるんでしょうね。はい。で、次の段落です。we all experience a place where we live in so many ways ということで、まあ、いろんな方法によって我々っていうのは、まあ、生きていると。まあ、経験しているとういうことです。だからまあ、おそらく、ちょっと表現が抽象的ですけれども、 こういうことじゃないですか、ね。英文でいうのは同じ話の繰り返しなんで。つまり、サウスフロリダ、ね、例に一例として出てきていただけで、まあ、サウスフロリダの人は、まあ、その果物っていうところでね、えー、うじよく知ってる。ね、そういう方法で生きてきてるわけだけれども、当然、別の場所の人っていうのは別のことについて詳しかったり、別の視点を持っていたりとか、生き様っていうのはそれぞれ違いますよね。日本人と中国人の生き様が違うように。 ね、えー、それは当然、いろんな方法で生きてますよね、ということで。まあ、同じ話が繰り返されてるだけですね。で、change with the terms of the year with our girls, our families and our l i v e s ということで、まあ、住んでる場所とかね、さっきも引っ越してましたけど、引っ越しちゃったりとかすると、またその子の文化とか考え方とか、あ、そういうとこに、まぁ、あ、change 変わっていくわけですよね。で、r o u ピー a piece of 6番のヒスト はい。これもよくわからないかもしれないですけれども、まあ、でもわか、わかりますけどね。はい。まあ、その次に具体化されてますね。No, who designed a building? 誰がビルディングを設計したのかっていうことを知りましょうということですけれども、まあ、これが6番だと。6番を含めたヒストリー。ランアピ n a piece o 6番ヒストリーの言い換えですね。はい。になってるんだけど、まあ、今、ね、何の話してるのかっていうことを考えたら6番。これは、 ローカルですよね。要は地元の今話してるわけですよ。サウスアフリカじゃない、サウスアメリカえー、サウスフロリダか地元の話ですよね、今。俺思いっきり地元の話してるわけですから。ね。これも同じ話の繰り返しですよ、ということです。で、あと最後7番の説明です。ここも捨て問題でいいと思います。なぜこれね、これ難しいですよ。レイル、これビハインドかなはい。ええー、そうですね。レイルビハインドが正解なんですけど、これも難しいと、えー、いうことですね。 で、まあね、この7番の後が、もしこの7番を含めた文章の内容を具体化ね、この後してくれていたら、そこのところの単語をピックアップして7番を推測しに行くなんていう動きもできるんだけども、 この後ろもまた難しいですよね。これもまたなんかちょっと表現が抽象的なので、もう抽象から抽象みたいな感じで進んでしまってるんで、もうヒントがないということなんで、これも7番も捨てていいかなと。まあ、熟語の問題ですしね、もうこれも知らなければしょうがないということです。こういうところで逆になんかこう考え込んでしまってね、時間をかける方がよっぽどもったいないかなというふうに思いますね。他のちゃんと解ける問題を解くということが求められる説問ではないかなというふうに思います。 では次 B 見ていきましょう。こっちの方が簡単ですね。はい、Modern Science and Modern Empire、ね、いきなりなんか、ステップ1、メインテーマになりそうな内容、単語2つ来ましたね。これ新しい情報、名詞。当然、マーキングしてくださいということですね。なので、科学と帝国、なんかこれの関係性の話をしてくるのかななんていうところは、これ、類推することができるわけですね。はい。で、この辺はもう何を言ってるのかさっぱりっていう感じだと思います。表現が 中小的なので、もう私はここ読み流すと読み飛ばしちゃいましたね。わからないですとで。しかし、はい、the connection between science and empire went much deeper. ここはわかりますやっぱりこれとこれの関係性の話ですね。ってことはわかるじゃないですかここ。だからこんなところ別に読み飛ばしちゃっていいんですよね。難しい表現は。はい。で、not just はモチベーション。モチベーションだけではなくて、これ、ノットンリ b バト a ルソーみたいな形ですよね。ノットンリ y バト t ルソー o ていうのはどっちの方が重要なんでしたっけどっちの方に作者の主張が書かれてるんでしたっけバトオルソー以降ですよ。だからノットンリーの方はどうでもいいんですよ。 はい、バトルその方を見ていきます。そうするとちょうど説問があるわけですね。えー、説問が The 8番 of Empire Builders were interred with those of scientists と、はい、いうことですね。Empire、えー、そして Empire と Scientist っていうのは深い関係にあるんですよね。これも同じ話の繰り返しで。じゃあ えっと、エンパイア、ね、どういうところがサイエンテストと深い関係にあるのか。はい。っていうことが、これ8番の設問なんですよね。で、どれになってくるかというと、まあ、アドバンテージっていう意味はわからないですね。利点の話なんか今してないですし、ね、シチュエーション、状況の話もしてないですよね。まあ、多分 B か C か。 ねえー、特徴か行動かみたいな、慣習かみたいな、まあそんなところで迷われた方が多いんじゃないかなと思います。はい。なのでこの辺、この時まではまだ B と C で、えー、迷ってていいと思うんですけれど。 で、じゃあ B と C、じゃあどっちを選ぶかってどういうふうにして判断したらいいかというと、これもやはりポイント3の知識ですね。抽象から具体。ちゃんと具体のところを見て抽象を判断しようというふうにちゃんと考え、思考プロセスね、踏めればいいんじゃないかなと。この後、あの、具体化されてますよ。はい、building an empire was a scientific project. はい、帝国、ね、えー、帝国を建てる。 っていうことがサイエンティフィック科学のプロジェクトになってますよ。まあ、ここでわかるんじゃないですか。そうすると8番は帝国を建てる。建てるっていうのはこれは思いっきり特徴というよりか行動ですよね。行動ですかプロラクティスね。C が正解になってくるということですね。はい。で、 えと9番の質問もあるんですね。9番の質問もあって、ここに何が入ってくるかっていうのは、これはちゃんと、ね、メインテーマ掴めてれば問題ないですよね。今、サイエンスとエンプライアーの話しているわけですから、サイエンティフィックが出てきたってことは、こっちにはエンプライアーが出てこなきゃおかしいですよね。 はい。そうすると9番は、まあ、Emperial っていう、ね、単語はないんだけれども、同じような意味の単語は一つありますよね。Imperial ですよね。Imperial で、帝国の同じような意味の単語 B 選んであげればいいだけです。はい。ここは難しくない。で、次の段落い聞きましょう。Venza、えー、ムスリムかなはい。 えっと、conquired India イイね。インドを征服しようとしたときに、またちょっと話が変わりましたね。でも、これも同じ話の具体化のは,なはずですからね。はい。どこかでサイエンスとエンパイア、この関係性の話がどっかで出てくるんだろうなってことは、これ、ステップにちゃんとあの話の展開を類似しておいてくださいね。はい。で、その上で見ていきましょう。で、で they did not bring 1番。えっ、ー、と、archaeologist To systemically study Indian history ということですけれども、10番。これは熟語ですが、熟語ですが、これは聞いたことあるでしょ bring along で連れて行くですよね。だから今回連れて行かなかったわけですね。はい。これは熟語だけども、このぐらいはさすがに忘れね,ね、受けるんだったら、まあ聞いたことあるでしょうっていうふうには言いたくなるかなと思いますね。で、11番。えー、to study Indian culture はい、いね インディアンカルチャーを研究する人は誰ですかこれは考えてください。これですね。英語帳文本文上にヒントはないんで考えてくださいということですけれども、これも単語選択肢、そんなに難しくはないですよね。はい。どれが正解ですかこれは。もうターゲット1900にも載ってるでしょう。A ですね。これは。はい。えっ、ー、と、アンサープロですね。人類学者かな。はい。えー、ですね。人類学者が文化を研究当然するわけですと。 はい。まあ、そんなところが書いてありますと。で、その後ですね。はい。British が今度インディアを征服しようとした。この時っていうのが、all,、uh, they did all of these things ということでね。ね えー、ムスリムが征服するときは、ちょっとね、やらなかった。考古学者を連れていかなかったみたいなことを言ってるんですけども、イギリスが征服するときは、全員連れてきましたみたいな。まあ、ちょっと対比関係みたいなのが出ているわけですね。はい。で、その次ですね、えっ、ー、と、エイプリンになりましたと、The Great Survey of Indian Worldside Ranchi ということで、まあ、測量みたいなのがこの後おこら行われていますねということですね。マップも作ってますよと。で、 この辺ですね。me s h r i n g distance calculating for the first time the exact height。ね、この辺で皆さん何を思うかですよ。思い出してください。メインテーマ、ここですよ。メインテーマ出てきてるんですよ。これ何かの具体化じゃないのかなって、私はここでピンときましたけどね。me sharing っていう単語を見たときに。ああ、ここでようやく出てきたなと。何ですかサイエンスじゃないですか。 科学じゃないですかキャラクターに。まあ、数学、まあ、計算するって数学かもしれないですけど、まあ、サイエンスと数学って、まあ、ね、同じようなところですよね。近いところですよね。だからここでようやくね、はい、出てきたんじゃないですか。で、当然、エンロリアっていうのは、 ね、このインディアのことを言ってるんでしょうから。つまり、帝国とサイエンスって、ね、この測量、領土を測量する関係性においても、やはり親密な関係があるんですね。って、これやっぱり同じ話の具体化だったじゃないですか。ここでステップ3、話の展開の類似した内容が正しいというふうに確認することができたわけですね。はい。であとは質問で、ね、解いていくだけですよということです。ここも but also かな ?but か。but they also? はい、12番。the trouble, the correct information. これは熟語かな ?12 番はどれが正解かというと、これはトゥックですね。えー、なので、でが正解ですということです。まあ、こんなにぶち当たりましたよと。これはだから、テイクトラブルね。えー、まあ知ってるか知ってないかなんで、まあ、知らなかった。 たらしょうがないかなっていういうや、でもそんなことないか。そんなことないですね。これはわかりますね。他の選択肢が明らかになって違いますよね。避けるとか、ね。crawl, r e d u ね。減少するおかしいですよね。はい。今、トラブルにだってぶち当たりましたと。だって、レアなんだからね。レアなものを見つけるっていうのを集めるっていうのは難しいですよね。っていうことを考えれば、まあ、テイクしかこれ入らないんじゃないですか。 これはただからそういう意味で言うとそんなに難しくないですね。熟語を知らなくても。で、その後ですけれども、はい、インディアン l a n エーシェント n c i e n t o r んーと、Asian or trace the ancient origin of 13番インディアンランゲージまあ、俺もね、エ s シ a ントね、古代のとか言ってますから、13番はどれになるかというと、 まあ、これも常識的に考えて、いくつテ絶滅してるんでしょうね。古代のものですからね。はい。なんで考えれば別にそんなに難しくないんじゃないでしょうか。じゃあ、あと最後14番ですね。はい。で、ここの最後の段落っていうのが、えっ、ー、と、 モヘンジョダロ。はい。モヘンジョダロっていうのは何かというと、まあ聞いたこともある人いるかもしれないですけど、まあインダス文明において、まあ主要な都市だったということを言ってますね。で、No, the Indians p r e British ruler ということで、はい。まだイギリスが来る前ですね。来る前。だからこのムスリムさんとかの時かな。はい。の時に No ですかしてない。はい。否定をしてますよということ。何をしてないかというと、14番。 含めたところです、ね、そしたら、しかし、逆説が出てきて、はい、ブリティッシュ。今度、これ、プレブリティッシュとブリティッシュのまず対比関係っていうのをここちゃんと押さえてくださいねという意味で矢印を入れてるのと、はい、ブリティッシュが来たらどうなったかというと、サービティック・ノーティス・オブ・ザ・サイト・イン・センキュー・ハング・ニはい、この、だろっていうのが、ね、 調査。要は、気づいた。ノーティステイクノーティスで、まあ、発見されたとことですが、発見をされたと。じゃあ、逆に言うとプレビリ、p r e ブリティッシュ時代っていうのは、発見されていなかったってことですよね。つまり、発見されていなかったっていうふうに14番をしたいですね。はい。そうすると、このグランスっていうのは、チラッと見るとか、ね、一目見る。これはターゲット1 9 0おそらく、なんか私の時代も載ってたんで載ってたと思いますよ。はい。そんな記憶があります。なので、14番、つまり、 どれになるかというと、これ、D ですね、セカンド。これは考えたらわかります。つまり、二度見をしなかったところです。ちゃんとよく見なかったところですよね。急に、セカンド入れたら、そういう意味に持っていけるのは考えたらわかりますよ、ね。二度見しなかった。つまり、ちゃんと見なかった。イギリス時代はちゃんと見た。だから気づいた。もう返事だろう。 見なかったから気づかなかった。このちゃんと対比関係から14番を考えて、あとはグランスね、えー、この単語の意味から14番を類推することができますよね。とまあ、これができない、このレベルができないと、やっぱり早稲田っていうのはあの特に空欄補充とか厳しいですよということですね。はい、以上になります。お疲れ様でした。 赤本ティニに入れてもう一度真っ青なカゴも自分だけで解けるかどうか確認してみてください。あの勉強というのは他人の思考プロセスを自分のものにするものですので、解説動画と同じ考え方、動き方ができるようにもう一度自分の頭にすり込むようにしておいてください。それから他の大学のカゴもに関しても再生リストの方に大学別でまとめてます。もしよろしければそちらもご覧ください。はい、それでは以上になります。お疲れ様でした。